2月10日に配信されて以降、じわじわとネットフリックスでランキング上位に躍り出たラブコメ、その恋断行をお断りします。昨日時点では1位、現時点では2位と人気を誇っています。今日は同ドラマに出演中のメインキャストの気になるプロフィールをご紹介。ナムガンホ役を演じたのは俳優のユウテオさん。かなり異色の経歴をお持ちなので少しボリュームがあります。1981年生まれ、現在41歳、本名はキムチフン、身長180センチ、生まれはドイツのケルン。ユッテオさんのご両親はそれぞれ海外派遣され、公夫と看護師としてドイツで働いており、現地で出会い結婚。テオさんは高校卒業までドイツで過ごします。学生時代はバスケ選手として活躍し、休みの度に韓国の大学に来てバスケの合宿に参加し、そこでスカウトされたことも。しかし17歳、18歳の時に大怪我し、バスケの夢は諦めることに。夢を絶たれたテオさんはニューヨークに留学。そこで偶然触れた演技に関心を持ち、そのまま演技学校に入学。ビザの問題で一度ドイツに帰国した後、今度はロンドンの専門学校に入学。その後は他の分野の勉強を進める両親に嘘をついてまで再びニューヨークに演技の勉強をしに行きます。そこでオーディションを受け続けるも、いい役は与えられずにいました。2006年、25歳、フォトグラファーのニッキー・リーさんと結婚。ちなみにこの時の出会いは、ニューヨークのテオさんがバイトしていたお店の前でお互いに目が合い、一度は通り過ぎるも忘れられなかったそう。その1時間半後、奥様の方がテオさんのバイトしていたお店に戻り話をしたんだとか。2009年、全てを整理して韓国へ。同年に映画女優たちの端役でデビューするも、無名時代が続きます。韓国語が流暢でないのもあり、なかなか認知されなかったそう。2015年、映画ソウルサーチングで初主演。その後ベトナム映画やロシア映画といった海外の作品に出演。このロシア映画がカンヌ国際映画祭に出品されたことがきっかけで、韓国でも知名度が上がります。2019年以降、アスダル年代記、バカボンド、保健教師アンウニョなどに助演として出演。長い間様々な国で育ったということで、他の追随を許さぬ唯一無二の魅力があるテオさん。今回のドラマでファンになった方も多いのではないでしょうか。今後もラブコメにたくさん出演してほしいです。ヨーミラン役を演じたのは女優キム・オクビンさん。1986年生まれ、現在36歳。身長167センチ、チョルラナムド出身。学生時代は地元で過ごし、2005年ドラマハノイの花嫁でデビュー。知名度を上げたのは新人俳優の登竜門だったシリーズのボイス。本作品を通じてチョンリョン映画新人賞の候補に上がったことも。2006年ドラマおはよう神様で主演。その後新人としては早い成功を収め、同年オーバーザレインボーではダンスと歌の実力も披露して注目を集めました。2009年映画界の巨匠パクチャヌク監督の乾きに出演し、22歳という若さで代表作を持ちます。同年映画女優たちにも出演していますが、テオさんの韓国作品のデビュー作もこの女優たちだったので、この時点で共演していることに。その後もドラマユナの街や映画悪女などに出演し活躍を続け、数々の受賞歴も持ちます。ちなみにテオさん同様、アスダル年代記にも出演しており、シーズン2への出演も決まっています。その恋断行お断りしますでも多くのアクションを披露していましたが、実際にテコンドー黒帯の持ち主。他の作品でもぶっ飛んだすごいアクションを披露しています。トウォンジュン役を演じたのは俳優のキムジフンさん。1981年生まれ、現在41歳ということでテオさんと同い年。身長178センチ、キョンサンプット出身。元々の将来の夢は心理カウンセラーだったため、大学院進学まで考えていましたが、俳優の道を進むために一時中断。2002年に KBS ドラマでデビュー。主に週末ドラマに出演し、週末ドラマ界の皇太子と呼ばれることも。主な作品として北ジャンボリや金持ちの息子などなどがあります。最近では悪の花やペーパーハウスコリアへの出演が記憶に新しいかと思います。テオさんと並んで歩く姿は異次元のスタイルでとても素敵でした。今後の活躍も楽しみです。シン・ナウン役を演じたのは女優のコ・ウォニさん。1994年生まれ、現在28歳。身長170センチ、ソウル特別市出身。小学生の頃から両親の反対を受けながらも一人でオーディションを受けに行くほど演技への情熱がありました。小学校卒業後、中国に留学。
そこで韓国の作品を見て、やっぱり自分も挑戦したいと思い、中3の時に帰国。高校3年生でアシアナ航空の最年少モデルに選ばれます。アシアナ航空はこれまでにハンガインさんやイ・ポヨンさんなどもモデルを務めているスターの登竜門。注目度が高かったため、女優としての活動も始めます。2013年大学入学後、すぐにドラマ宮廷残酷史でデビュー。その後も王の顔や裏チャチャマイラブなどドラマと映画に出演し続けます。2022年9月実業家の方と結婚されています。オ・セナ役を演じたのは女優イ・ジュビンさん。1989年生まれ、現在33歳、身長163センチ、カンウォン道出身。子供の頃から美人で有名でした。高校生の時、下校時にカラの事務所からスカウトされてアイドル練習生に。デビューする予定でしたが、なかなか実現せず2年で退社。その後も何度もアイドルのスカウトを受けますが、すべて断り、通販モデルとしながら女優を目指すように。ドラマ耳打ちでデビューした後、ドラマ恋愛体質、30歳になれば大丈夫で知名度を上げます。その後もドクター弁護士やペーパーハウスコリアなどに出演しています。ちなみにペーパーハウスコリアではキムジフンさんと恋仲になる役を演じています。びっくりするくらいお顔が美人で、演技もお上手なので、今後の活躍も楽しみです。特別出演としてチェイス人役を演じたのはキム・ソンリョンさん。1967年生まれ、現在56歳、身長168センチ、ソウル出身。就職に困っていたところ、たまたま行った美容院でミスコリアに出た方がいいと言われ、その場で水着を着させられたそう。着替えるとスタイルも抜群だったため、3週間後にあったミスコリアに出場、見事1位ミスコリアとなりました。この時22歳、歴代最高のミスコリアと言われることも。また当時は現在よりもミスコリアへの注目度が高く、その後華々しく芸能界入り。結婚後も女優として活躍されています。